ジョナスことジョナス・ゴンサウベース・オリベーラは、ブラジル・サンパウロ州出身の元サッカー選手。ポジションは FW。初期の経歴グアラニ FC の下部組織出身で、2005年に e c サンとアンドレセンでデビューした。グアラニ FC では25試合に出場して12得点している。この活躍で、ブラジル国内の多くのクラブを引き付け、SE パルメーラス、SC コリンチャンス・パウリスタ、 クルゼーロ EC などが獲得に興味を示した。2006年、移籍期限終了間際に、セリエ A 王者のサントス FC に移籍した。同年のサンパウロ州選手権では6試合で5得点を挙げたが、膝に重傷を負って6ヶ月の間離脱した。2007年に復帰して、州選手権で4得点し、2年連続での州選手権優勝を果たした。出場した試合では活躍したが、 サントス FC の控えに留まっており、2007年9月12日に、クレミオ・フ・ブパと4年契約を結んだ。クレミオ・グレミオは500万ドルを支払って、ジョナスの保有権の50%を得ている。グレナルでデビューしたが、その試合の後半早々に負傷して交代した。2007年末には、グレミオの中心選手となった。2008年にはグレミオに、多くのフォワードが加入したため、 ジョナスはポジションを失い、一貫してフィジカル面の弱さを批判された。7月にはクラブを離れる決断をし、アソシアソン、ポルトゥゲーザジデスポルトスにレンタル移籍した。ポルトゥゲーザはセリエ B に降格したが、ジョナスはチーム最高の選手の一人であり、公式戦通算18得点、セリエ A で9得点を挙げて、チーム内得点王となった。 2009シーズンはグレミオに復帰し、セリエ A で好調なスタートを切った。二度の足首の怪我に悩まされたが、14得点で得点王に輝いた。2010シーズンも好調で、その献身性や巧みな技術がファンに愛された。リオグランデドする州選手権でチーム内得点王となり、セリエ A では23得点でリーグ得点王に輝いた。 バレンシア・ジョナスは2011年に満了するグレミオとの契約を破棄し、2011年1月24日にリーガ・エスパニョーラのバレンシア CF に移籍した。2月27日のアスレティック・ビルバオ戦で初得点を挙げた。ベンフィカ SL ・ベンフィカは2014年9月12日、クラブ公式サイトで契約満了でバレンシアを退団し、 フリーとなっていたジョナスを2年契約で獲得したことを発表した。1年目からシーズン20ゴールを決める活躍を見せ、2年目には32ゴールを決めてプリメーラリーが得点王となった。2018から19シーズンも16ゴールを決めた。ものの2019年7月9日に現役引退を表明した。2002年から2004年に、 U-23 ブラジル代表に選出された後は代表から遠ざかっていたが2011年3月27日のスコットランドとの親善試合で A 代表デビューを飾る2011年11月14日のエジプトとの親善試合で代表初得点を含む2得点を挙げた2012年9月以降は代表から遠ざかり2016年3月のワールドカップ 南米予選パラグアイ戦で3年半振りの復帰を果たした。2016年5月20日、コパアメリカセンテナリオのブラジル代表メンバーに招集されていたリカルド・オリベーラが負傷で離脱することに伴い追加招集することが発表された。国際 A マッチ12試合3得点。ありがとうございます。